はい、こんにちは。ハーバード心理学38日目やってまいりましょう。52日目までなんでね、これが終わったらこれかな含めてあとまあ2週間くらい頑張って取り組んでいただけたら嬉しいです。でですね、今日はありがたい敵を作るっていうお話でテーマやっていきます。ありがたい敵って何やねんっていう話なんですけどね自分で良い人から突っ込むっていう、まあ、ライバルのことを言いますよね。でライバルって自分のレベルを引き上げてくれる存在だと思うんですよ。で特に自分のレベルに近ければより切磋琢磨をするきっかけになったりしますよね。まあ自分と同じかちょっと上かくらいですね。で例えば部活ならスタメンを取るために部員同士争う、営業成績ナンバーワンを取るために同僚と争う、で試験で合計点数を同級生と争うっていうような感じですよね、イメージ。でここで使う争いっていうのは当然そのバチバチ骨肉を削って争うっていう、そういう物理的な話ではなくって、まあ、磨き上げるの意味ですよね。まあ当然分かってらっしゃると思うんですが、でライバルがいるいないっていうのでもう当然ながら成長のスピードって異なるんですよ。で自分の極めたい分野っていうことにおいてライバルの存在がいるとか作ることっていうのがいかに重要かっていうことを今日は一緒に学んでいこうと思います。で女性の解放って何っていうと、これジョン・スチュワート・ミルですね。功利主義って皆さん聞いたことありますかね。最大多数の最大幸福っていう、まあ政治哲学の中でトロッコの話とかマイケル・サンデルさんのお話講義とかで出てきたことがあると思うんですけど、トロッコが走ってます。でレールの上には一人の男性が横たわってます。でレバーを引けばその男性は助かるけど5人の人がトロッコに引かれちゃいます。あなたならレバーを引きますか引きませんかみたいな時に引かないっていう選択肢が最大多数最大幸福、ジョン・スチュワート・ミルみたいなね、そんな話ですね。でこの女性の解放っていうのはそのジョン・スチュワート・ミルさんっていう政治哲学の、政治哲学者の一人なんですけど、そのミルが書いた著書の一つなんですね。でそんなことを、そんな中にですねこういうことが書いてあって、男女と女性が平等である時のみ、これは権利とかっていう意味ですね。互いを敬うことの素晴らしさっていうのを享受して、時には導き時には導かれるという喜びを交互に持ちながら成長の道を歩むっていうことを説いてるんですね。これ何かっていうと、男女がそれぞれのタイミングですよね。例えばデートの時とか家で生活している時とかっていろんなタイミングがあると思うんですけど、それぞれで主導権を握ることでパートナーのさらなる成長につなげる関係こそがカップルにとって健全なんですよっていうことが言いたいと、うん、例えばですけど夫が靴下を脱ぎっぱなしにしてますと、もう一人暮らししてる時からそういう習慣なんですよ。で妻が洗濯機入れろよ、入れろよとは言えないか入れなさいっていうふうに指導するんですよね。まあまたあんた靴下脱ぎっぱなしにして、もうちょっとすぐそこに洗面所があるんだから入れといてよって言って指導をもう何度も何度も繰り返すと、そしたら旦那が分かった分かったっていうことをこういやいやしながらも最初に靴下を洗濯機に入れるっていうのを繰り返していると、なんとですね靴下だけじゃなくって家に落ちているものも元ある場所に戻すっていう習慣が身についてるんですよ。例えばリモコンとか、まあなんかゴミくずが落ちてたらちゃんとゴミ箱に捨ててくれるとかっていう整理整頓の面で夫は成長することができたと、こういう指導ができるとか導いたりするっていうことができる関係こそが、まあ、健全だっていうことを言ってるんですね。でこれっていうのは別に男女の関係に限らず、まあ、人間関係全般に当てはまることだと思うんですよね。でさらにもう一歩話を進めていって、今度は友情っていう話なんですが、これはね、ちょっと言えるかな、ラルフ・ウォルド・エマソン言えたのエッセイの中に書いてるんですが、友情というエッセイですね。で対立は友情を築く前段階だっていうんですよ。だから反対に妥協とか不要な受け入れっていうのは友情関係を深めていくのにむしろ邪魔ですっていう話なんですよ。だからこう親友関係とかでこうあいつと俺はマブダチだ、まあ、今時マブダチなんて言わないかだぜとかっていう段階に行くまでには一回喧嘩別れとかしちゃうんですよ。ディズニー映画とかよくありますよね。なんか一旦主人公とヒロインがバチバチに喧嘩をして、だけど
実はそれがお互いの誤解だとか本音を知るために必要だった喧嘩っていうことをお互い受け入れて本当は愛し合ってるんだっていうことを気づいてまた繋がっていくっていうのは、まあ、結構ディズニー映画なんかであったりしますよね。でそれって自分にとって、まあ、今回今のは愛情っていうヒロインと、ね、主人公のラブラブのお話でしたけど、今回その友情とかだったらありがたい敵っていうのはつまりライバルのことだと。で自分の思い通りにはならないんですけど、心の底から尊敬することのできる人間っていうのを友人として求めてるんですよね。でよくあるのは、まあ、いい人でありたいって、まあ、人間思うじゃないですか。で思うあまりその友達のやること言うこと全てに対して何も反応せずに、いいよいいよって、いいよねいいよねそれってっていう風に指示してしまうんですよ。だけどそればっかりしてしまうと、相手もしくは自分の成長機会を失うばかりか、これなんでかっていうと、そのこうしたいんだよね、ああしたいんだよねっていうことに対してゴーサインしか出さないと、その人の見る世界でしか、まあ、進まないからなんですよね。だからもしかしたら B という選択肢、C という選択肢を失わせてるかもしれないし、もっと A の中でもこういう見方もできるよっていう視野を広げるっていうチャンスを失わせてしまっていると。で、本音を隠して表面上の付き合いになってしまうから、まあ、成長はなかなか難しいよねと。とはいえ、まあ、反論とか否定ばっかりしてても、それはそれで、なんだよ、まあ、俺のやることばっか反対しやがってっていうふうに崩れてしまうので、まあ、バランスが大切なんですよね。で、結局、じゃあ、深い友情関係って何かっていうと、味方であり敵であるっていうことなんですよ。ライバルっていうのは、あなたのやることなすことに対して異議を唱えることもありますし、でも同時に、相手があなたにとってふさわしい敵であってほしいっていうことを、実は心の底で願ってて尊敬してるから言うんですよね。で、欠かせない存在であるからこそ、こうやれよ、ああやれよ、それは違う、あれは違うっていう厳しい言葉をかけることもあるんですが、その言葉や態度の中には、あなた自身の成長の機会も含まれてるんですよっていうお話です。ということで今日の問いかけになるんですが、まあ、あなたはですね、人生による、まあ、人生というか、何か特定の分野で OK です。営業、まあ、仕事のこととか、勉強のこととか、製品開発のこととか、部活のこととか、スポーツとか、いろいろですね。で、頑張りたいと思う分野で、今ライバルがもしいないんだとしたら、見つけることはできますか？で、あなた自身は誰かのライバルになることってできてますかね？僕は営業を仕事でやってるんですが、もう超身近にトップセールスマンがいるんで、僕はその人の一個下に甘んじてしまったんで、ライバルだと勝手に思ってるんですけどね。で、今日のテーマとしては、テーマじゃない、ワークとしては、対立を解決するっていうことなんですけど、まあ、大喧嘩でも、些細な諍いでも OK なんですが、ぜひですね、誰かと揉めた経験を思い出してみてください。で、その揉め事っていうのは、あなたとその相手にとって、まあ、ちょっと難しい言葉を使ってるんですけど、幸せっていう究極の通貨を与えてくれるものなのか、まあ幸せを奪ってしまうものなのかっていうのを考えてみてください。要は幸せになるか不幸になるかっていうことです。で、あなたとその人が幸福を最大にできる解決方法は何っていうことを考えてみていただきたいと。で、それを紙に書き出しましょう。例えば何かっていうと、サッカーのポジショニングについてを例にとってみると、これはすいません、僕が勝手に思いついたことなんですけど、A 選手はフォワード主体にして、点を取りに行きたいと。もう3点でも4点でも5点でも取りたいと。ところが B 選手はもうディフェンダー主体にして、1点さえ取れれば OK だと。その代わり0点に抑えて失点を防ぎたいんだと。でも、実は A 選手も B 選手もチームを勝たせたいっていう思いは同じなんですよね。で、90分という時間を考えたときに、チームが勝ち上がるというゴールから考えたポジショニングとして、お互いに攻めろ、ガンガン攻めろ、いや、めちゃくちゃ守れっていうことを主張してるんですね。で、そこから考えたら、じゃあバランスをとって前半は体力の続く限りフォワード主体で攻めて、後半逃げ切るためにディフェンダーで固めるっていうポジショニングを取ろうよっていう、まあ、結論に例えば至ると。すいません、サッカーね、僕全然バスケしかやったことがないんで、浅はかな作戦ですいません、まあ、こういうことも考えられますよねっていうことです。で、一方で
解決策を考えずに争いを長引かせてしまったら、まあ、誰もが不利益をかぶってしまうと。いや、もう俺はフォワード主体でガンガン攻めるからなって、あ、そう、お前じゃ勝手に攻めときよ、俺守らないからなっていう風にディフェンスを放棄してしまったらどうなるかっていうと、もうなんか血で血を争うような点取り合戦みたいになってしまって、結果的に体力が尽きて、4対5で負けるとかねっていうような結果になっちゃうと。ところが、まあ、結局は攻めたい、守りたい、攻めたい、守りたいっていう自分の考えや態度っていうのを押し切りたいから、まあ誰かとか、最悪自分が傷つく結果になったとしても、いやもう攻めたいんだ、いや守りたいんだっていう感情が優勢されちゃうっていうことなんですよ。で、そんな時っていうのは、ちょっと感情が表に出そうだなっていう時は、こんな風に、まあ余裕があるかどうかっていう大きな問題もあるんですけど、ぜひですね、問いかけていただきたいんですけど、自分を裏切った友人に、恨みを持ち続けることって意味があるのかなと。例えば攻めたいって考えているのに、いや攻めることを、まあ、否定してくる選手に対して恨みを持つことって意味あるのかなと。同じチームメイトなのに。で、そのことで自分もその人も幸せになれるの、このチームって勝てんの。で、お互いが傷つかずに今以上にいい関係になるためには、まあ、チームが勝ち上がっていくためにはどんな関わりとか話し合いをしたらいいんだろうなっていうことを考えてみると、まあ、どうしてもこう感情が優先的に出てしまっているときは、こんな風に3つも問いかけている余裕ってなかなかないと思うんですけど、まあ、結局は自問自答することが一歩こう思いとどまらせるきっかけにはなりますね。で、政治家のエドマンド・バークっていう人が、私たちと対立するものは、要は私と対立するとある人っていうのは、私たちの精神を鍛えて能力を高めてくれると。だから対立するものっていうのは、実は表面的にはすごく嫌なやつかもしれないけど、見た目はでも支援者なんですよっていうことを言ってるんですね。で、人生に対してはもうストレスって当然ながらつきものなんですよ。でもそのストレスっていうのが成長を促してくれるんですよね。でもできればストレスを感じたくないし抱えたくないっていうのが人間の心情だとは思うんですよ。僕も同じです。で、ところが苦しい状況にさらされたりとか、高い壁を目の前にするから、まあ、大きいノルマとかね、今の状況をどうにかしようとか、もっと成長しようっていう次の行動力っていうのを生んでくれるんですよ。だって解決しなきゃいけない問題が何もないんだったら、皆さんもう横になってスマホダラダラ見たいじゃないですか。 YouTube ずっと見てたいじゃないですか。僕だって同じですよ。もう波にプカプカ浮かんで、もうずーっとなんか読書とかしてたいんですよ。でもそうはいかないんですよね。いろんな問題が押し寄せてくるから。で、その行動力を生むきっかけを与えてくれる存在の一つっていうのにライバルがいるんですよ。だから、あなたの人生に必要なライバルっていうのを見つけて、ぜひ二人で、あるいはそれ以上で切磋琢磨していただくと、非常に人生豊かになっていくと思います。僕はさっきね、ライバル営業マンが近くにいるなっていう、でもそれはあくまで仕事のね関係なんで、もっとこう人生において偉大なですねライバルっていうのがいたらいいなーなんていうふうには日々思ってるんですけどね。なかなかじゃあどの分野でライバルを見つけたらいいかっていうのが、ちょっと自分の今の課題かななんていうふうには思ったりはしてますけどね。はい、ということで本日の動画は以上となります。ぜひライバル見つけて人生豊かにしていきましょう。ということで本日の動画は以上となります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。